これはゴーレムの像みたいだな。ちょっと待って兄さん、この部屋どこにも先に続く道がないよ。まさかここで行き止まりってんじゃ。大佐って何してんだ。鋼の君はレビスの古代文字が読めるか。そんなもん読めるわけねえだろ。だろうな。私にもさっぱりだ。この石碑に何か手がかりがあるかと思ったのだが。バカどもが、俺を連れて行かないからそんなことになるんだよ。何者だ。どうしてここに。ふん、あの兵隊どもこの俺を無理やり押さえつけようとしやがったから 2,3 発ぶん殴ってやった。この俺に簡単にやられるようじゃ軍の人間も大したことはねえな。それよりその石碑の古代文字を解読すればいいんだな。任せろ、俺の得意分野だ。この先命の保証はできない。私はそう言ったはずですが。古代遺跡に入るのに専門家を同行させないでどうする。俺も確かにそう言ったはずだが。しかし。まあいいじゃねえか大佐。正直俺たちだけじゃどうにもならなかったのは事実なんだしさ。僕もそう思います。この先アーレンさんがいて困ることはないと思いますよ。ま、そういうことだ。大佐さんは邪魔が入らんように見張りでもしといてくれ。勝手なこと。何かあったら誰が責任を取ると思ってるんだ。まったく。この石碑には王妃の部屋へ行く方法が記されている。王妃の部屋。秘術を使えるのは王族のみだ。この時代は王と王妃の二人だけが錬金術を使えたんだな。つまりここから先は王と王妃だけが入れる特別な場所ってことになる。はあ、なるほど。ほんでその特別な場所に行くにはどうすりゃいいんだ。王族つまり錬金術師が二人同時にゴーレムの像に手をかざせば道は作られるとある。え、それだけでいいの。俺の解読に間違いはねえ。さあ試してみろ。兄さん。ああ、とにかくやってみるか。どういうことだ、鋼の。
ダメだ。やっぱなれねえ。気持ち悪い。どうした？今ので酔ったのか？なんだなんだ、だらしねえな。俺は、じいさんと違ってデリケートなんだよ。あれ？ねえ、兄さん。僕たち、三人しかいないよ。な、本当だ。まさか別の場所に飛ばされて。いや、あの時見張りをするってんで一人だけ錬成陣の外に立ってたよな。置いてきちまったんだ。置き去り。どうしよう兄さん。まあ一人でも心配ないとは思うけど、それに大佐と少佐も錬金術師だ。三人がうまく合流して、ここまで追いかけてくることを期待するしかねえな。ここで待っててもしょうがないし、俺たちは先へ進もう。うん、そうだね。ここは明るくて綺麗な場所だね。ここが王妃様の部屋？おう、そうだな、間違いない。ってことはこの先にあいつが。なんだ？兄さん、あの人は？また会ったな。これで何度目だ？リゼンブールの時は逃げられちまったけど、今度はそうはいかねえぞ。クローリーはどこだ？素直に教えてくれる気はさらさらなさそうだな。あ？いいな。Come on!
死んじゃったのかな。 そんなまさか。 じいさん。 エルマ。 しっかりしろ、 エルマ。 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 あの怪物があなただったなんて、どうして。 アーレン、お願い、石を壊して。 石ですか。 石とは何です。 大きな赤い石なの。 それを壊せば、あの人は。 赤い石ですね、わかりました。 きっと、必ず。 今度は、あの人を。 ああ、分かった。 エルマ。 アーレン、さようなら。 ごめん。 エルマ。 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 エルマ、あの人は帰っていったんだ。やっと望みが叶ったんだな。 50年前、俺は彼女の願いを叶えてやることができなかった。 じいさん、俺は。ありがとうよ、小僧。お前は彼女の望み通り、エルマをあるべき姿に戻してやったんだ。じいさん。悪いが、しばらく一人にさせてくれ。後ですぐに追いかける。お前らは先に行け。 だけど、俺なら大丈夫だ。もともとお前らは俺を置いていく気だったろうが。さあ、早く行ってくれ。わかった。行くぞ、アル。
ヘルマが喜びそうな部屋だ。きっとあいつがヘルマに与えたんだろうな。ヘルマ、くん。兄さん、この錬成人、例の移動用のやつだな。きっとこの先にクローリーはいるはずだ。もう行くの？どういう意味だよ。だって心の整理とか兄さんはできたのかなって。本当に他に方法はなかったのかな。あの人がそれを望んでたことは確かだ。それにもう俺たちがエルマさんにしてあげられることは一つしかないよ。クローリーを倒す。エルマさんの最後の望み、それだけだ。兄さん、行こう、アル。全部片付いたらこの錬成人の研究しようと思ってたけど、やっぱやらねえ。はいはい。それよりこの場所、なんだか今までと雰囲気が違うね。声がわずかに反響してるな。塔の上まで行ったかと思ったら今度は地下に飛ばされたらしいな。塔の地下？ああ、多分そうだ。行くぞ、アル。どこかにクローリーがいるはずだ。